水が出てくると思います。はい、その間にあの生姜とか生姜は入れて、もうここなんでもいいですね。簡単に、あ、ここレシピありますので、ありがとうございます。これを火にかけて、あ、これはすごいよ。はい、これね、ここにあの、あそこのレシピがあるんですけど、これ、あの、はちこ、これでしょ。これは、これ、沸騰してから、はい、沸騰してから、え、ここが落としていくわ。お汁を取って、かごにね、おきゅうりをあげて、それで下に おだしを置いて、そのおだしを少し冷まして、ね、また三角くるってやつね。おいしいわ。